動物の漢字。跳ねます。点の向きに気をつけます。竹馬。今日竹馬で遊んだよ。竹馬。絵馬。神社で絵馬に願い事を書いてきた。絵馬。馬車。馬車に乗ってみたい。馬車。1、2、3、4。上よりも長く書きます。牛。黒い牛見たことある？牛。牛乳。飲む？牛乳。牛丼。牛丼食べたいな。牛丼。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。跳ねます。点の向きに気をつけます。小鳥。小鳥がいる。小鳥。鳥居。鳥居をくぐろう。鳥居。白鳥。白鳥が泳いでる。白鳥。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。跳ねます。泣く。アキムシが泣いてるね。泣く。鳴る。大晦日は除夜の鐘が鳴るよ。鳴る。悲鳴。誰かが悲鳴をあげた。
悲鳴。一、二、三、四、五、六。跳ねます。羽。実家に帰って羽を伸ばしてきた。羽。羽音。夜中、蚊の羽音がした。羽音。生き物と生産者に感謝をしていただきます。馬肉、牛肉、豚肉、鶏肉。鶏肉の鶏は鶏という漢字を書きます。魚肉。習った漢字はどんどん使っていきましょう。馬。牛。泣く。羽。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。